覧ください。皆さん、続いてはこちらの小さな車の周りへとご移動ください。日産は低炭素社会の実現に向け、これまでにも日産リーフや超小型モビリティ、日産ニューモビリティコンセプトを活用した様々な活動を進めてきました。その一環として、昨年10月11日から始まったのが、こちらの日産ニューモビリティコンセプトを使った日本初のワンウェイ型大規模カーシェアリング、ちょいモビ横浜。もう実際に横浜の街を走り始めています。これは街中に配置されている好きなステーションで車を借りて、乗った後も好きなステーションで帰せるというワンウェイ型のカーシェアリングシステム。日産が皆さんにご提案するこれからの車の使い方です。そんな街中での移動にとても便利なワンウェイ型カーシェアリングを可能にする日産ニューモビリティコンセプトは、前後2人乗りのコンパクトなボディ、駐車スペースを効率よく使用でき、小回りも抜群なので、市街地での買い物やお子様の送迎、観光などにも最適です。日産ではこの超小型モビリティを使った実証事業を横浜市を含め日本全国8カ所で行っています。この日産ニューモビリティコンセプトのような超小型モビリティをはじめ、日産リーフ、さらに EV 商用車 ENV200、 そして進化したスポーツタイプの EV ブレイドグライダーなど、日産は皆さんのさまざまなニーズにお応えする EV ラインナップを広げていきます。世界中で加速する